時代劇が好きなんだそうですね。どんな番組が好きなの？と水戸黄門と大岡越前と暴れ八州御用旅とかそういうようなの。あら、誰の影響で？おばあちゃん。おばあちゃん、はい、じゃあ歌の方、おばあちゃんの前で、はい、頑張ってくださいね。神奈川県相模原市から出場の木村優子ちゃん12歳が歌います。石上久美子さんの北海暴れん坊。動くのが大好きだから学校の授業では体育が一番好きという木村優子ちゃんはダンスが得意なんですって。歌ってよし踊ってよしの優子ちゃん、大好きな田原のとしちゃんのような歌手になれるといいよね。さあ、それでは歌って踊れる演歌歌手を目指して頑張ろう。おばあちゃん好きなんだけどセリフ決まってますね、面白かったよ。はい。